あーどうも、アマール世界とかやってんの。こんにちは、アキトです。あっちゃー。あー。よいしょ。いやー、すいません、すいません。なんかね、ちょっと落ち込んじゃって、動画の頻度落ちちゃってますね。もう、ドキュメンタリーなんで、今日もやめようかなと思ったんですけどね。動画も出さなきゃいけないし、いけないんだけど、でもちょっともう、モチベーションが、というかね、落ち込んじゃってて。まあ、お気づき、ワンチャン誰も気づいてないでしょうけど、前の、動画が消えてるじゃないですか。なんか別に何でもないと思ってたけどな。別に何でもないと思ってたけど、やっぱそんなことないんですね。こうなるってことは。自分でもわかんない。なんかが狂っちゃったんでしょうね。スポーツ選手でいうちょっとスランプみたいな。こんな感じなのかな。イチロー、ほんの数ミリの差みたいな。なんかわかる言いたいこと。自分では全くわかんないけど、ほんの数ミリなんかこう、違うみたいな。ね。あれね、7月だからほんとね、7月1万人じゃないや、1000人増えたら、収益、その7月分収益全部売れねえ、プレゼント企画始まったんだけど、もう今日何日なん ?11 日やん。10日過ぎちゃって、3分の1過ぎちゃって、1ヶ月で1000人って言ってんなら、もうほんとはね、1日からぐらいからもうこう言って、1ヶ月ってやらなきゃいけないのに、10日になっちゃったもんね、結局。あれもだって撮影してから、まあ3日ぐらい編集全然進まなくて、頑張んなきゃいけない時なんですけどね。ちょっとなんか、めちゃくちゃ辛い。1000人企画の。ツイートも作れないし。あと低評価を押した人を応募できないで、当たらないですよっていうのは、あれまあ冗談なんで。僕、ウェアやってたのを知ってる人ってどのぐらいいるんですかね。定期的にこういうことも言ってこうと思って、今までのことを。まあ、YouTube は YouTube で二人で始めて一人になってっていうのが流れはあるんですけど、なんで YouTube にたどり着い、流れ着いたのかとかは、多分あんまり知らなかったりしますもんね。そんな多分需要もないんで、一回の動画に今までのことみたいなしたって再生数全然いかないんでしないですけど、ちょこちょこそういうのも言ってった方がいいのかなと思って。一応ね、僕なんかこんな変なことやってるじゃないですか、ね。変な感じで。やっぱり僕は王道もやってみたんですよ。ちゃんとウェアとかその後インスタとか。一応王道ってっていう感じをやってみて、その上で、あ、これはちょっと自分は王道やったってダメなんだなっていうのに気づいて、だったらどうすればそういう王道で大きくなっていく人に追いつくんだろう、そういう人たちにどうやって勝負できるんだろうと思って、僕なりのやり方を模索していながら今なんですけど、今も模索中なんですけど、なんかね、やり始める人はみんなやってる王道っていうのをやってみたい。いいんじゃないかなと思いますけどね。わかんないからね、最初。まあ、王道やってみて、それがそのまま認められちゃえば勝ちだしね。まあ、宝くじぐらいの確率だけど。やってみなきゃわかんないですからね、それは。自分じゃわかんないから、それで行くかどうかなんて。っていうことで、ですね、最初に言うべきだったな。7月、1ヶ月で1000人登録者増えたら、その月の収益、全額、プレネでスニーカー買って、プレゼント企画っていうのをやってて、なので、まだ YouTube チャンネル登録してない方、あ、そうです。その抽選は Twitter のリツイートでやるんで、Twitter もフォローしてない方。お願いします。この前の6月の5000人行ったらっていうやつみたいに、なんかちょっと予告みたいのも作んなきゃいけないんだ。予告っていうか、それを一番最初に差し込むやつ作んなきゃいけないのにね。それも動画もできてない編集。多分いつできんだろうなぁ。励ましのお便りをくれれば嬉しいと思います。インスタかツイッターの DM でね、励ましのお便り。そうだ、インスタフォローしてくれてる方もいますけど、今回はまあもちろん嬉しいですけど、今回はインスタは特にフォローは関係ないです。あと、あのインスタも二人でやってた時のはもう消しちゃったんで、あのインスタのアカウントも多分近々なくなりますから、なくなると思うんで、新しく作り直すと思います。それはそれでお知らせはしますけどね。フォローし、そっちをフォローしてくださいって。
今日は、ジョーダン3がこの前出ましたね。あれなんて言うんでしたっけ？レーサーブルー。ちょっと画像出せるかな？出さないとでもわかんないもんね。このレーサーブルー、ジョーダン3。普通に通常販売なってますね。スニーカーズでももういつでも在庫はなくなってないし。ジョーダン3ってまあいつも大体通常販売ですよね。この前このブルー系で言うと出たのは UNC ってっていう一応言ってたカラーが出たんですっけ ?UNC カラーのやつ。まあ、UNC は僕じゃないけど、その時の相方さんが買って動画にしてて、今回のジョーダン3もいいですけどね、僕これなんか持ってるなと思って、なんか OG のでなんかブルーのやつ持ってるなと思って、買わなかったんですよね。高くないですかあと、ジョーダン3。まあ、そんなこと、ジョーダン3が特別高いわけじゃないのか。なんかね、なんでしょうね。スルーしちゃいますよね。これ。買った方はでもいるのかな？実物見ればもちろんかっこいいと思いますけどね。なので、今回はこのレーサーブルーは買わなかったんですけど、その OG のブルーのやつ持ってるなと思って、それ見ようと思って。持ってきました。これですね。ジョーダン3の箱。ジョーダン3もわかりますね。箱が違いますもんね。ジョーダン3の箱。いやー、いつ出たんだろう、これ。2017年とかじゃない？違う？ 16 年とか17年。からかに復刻してましたよね。なんて言うんだっけ。開けていきまーす。あれ？違う。これ、ティンチンカー、チンカーじゃないわ。あの、台風のやつだ。あれ？ちゃうやん。待って。あれ？これじゃない。え？これ、あー、違うじゃん。え？どうし？え？どうし？ちょっと待って。違うんだ。え？ちょっと待って。え？じゃあ、どこにあるんだろう？え、ないな。え、じゃあないよ。え、どこにあるんだろう。え、取れないんちゃう？全然取れないとこにあるんじゃない？わ、ない。わかんない。どこにあるんだろう。あった！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 この前のあの、家には違う場所にあった。箱ちょっと、へこんでんな。これは多分元からのやつだな。僕、これ、チキッドさんで買ったんですよね。なんていうモデルだっけ？あれ、トゥルーブルーだ。ジョーダン3 OG トゥルーブルー。2016年。ここね。これこれ。あ、もうお取り替えサインが出始めてる。入れてる乾燥剤もなんか黒くなっちゃってるやん。全く機能してないな、これ。中身がこちらでした。ブルーのやつ。トゥルーブルー。ああ、なんか、まだ全然匂いする。ジョーダン3も3で独特なその匂いがありますもんね。何か配色違うのかな？なんか違うよね。この、今回出たやつと、レーサーブルー。あ、でも配色は一緒なのかな？ミッドソールの感じは一緒だな。まあ、セメント柄がしっかりセメント柄で、レーサーブルーはなんか、ちょっと濃いめのやつだけど、ここの部分がちょっと違うんだ。ここの部分。俺はセメン、ここもセメントだけど、この前出たレーサーブルーはセメントじゃないもんね。まあ、デザイン的にはその感じかな。ここは赤を使ってたりっていうのはあるけどね。これいい、赤がいいアクセントになってますね。かっこいい。で、このナイキ。このナイキエアーはいいですよね。かっこいい。この前出た UNC も今回のレーサーブルー
ていうやつもやっぱりなんか差し色みたいのはないもんね。これが赤がいい感じになってますよね。やっぱりこれ前出たやつ、ブラックセメントも、このルルーブルーも、間違えて出したカトリーナも、ここが分厚いけど、多分今出てんのってここが結構薄いんですよね。わかるかな？画像で見ても全然このアウトソールの見え方が、見え具合が全然違いますもんね。ほら。もはや形がちょっともう違うもん。ここが厚くて。最近のジョーダン3ってなんか薄いんですよね。UNC の時もそうだったけど、ここがすごい薄くなってて。なんでしょうね、それって。全然この履き口のボリューム感が違う。かっこいい。これ確かでも、これってめっちゃ高かったんですね。ただ3万近くしなかったでしたっけ？ 2万7000円 ?8000 円とか。これも発売当時は店頭でも普通に買えたっていう。僕はその当時買ってないですけど、当時って2016年復刻した時。僕がスニーカーにしっかり興味を始めるのは17年とか、もうちょっと後なんで、スキットさんで買いました。ほとんど定価ぐらいだったんじゃないかな。かもしくは2、3000円のプレネぐらい。すごいですね。やっぱ全然違いますね。この、ここの、今出てるジョーダン3と。形がもう全く違っちゃってる。はい、ということでした。ジョーダン3はでもかっこいいけどなぁ。なんかあんまり人気ないんですよね、3って。僕もなんかスニーカー好きになりたての時にいくつか3も買っちゃって、あれ3じゃないのか。5とかかな。じゃあこの話はなしです。ということで、ありがとうございました、今日も。1ヶ月で、7月中に1000人増えれば、5800何人でしたっけになれば、プレゼント企画。なので、チャンネル登録、ツイッターフォロー、お願いします。なんとか頑張なきゃいけないな。ちょっと、回復に多分時間かかんな。どうしよっかな。応援の DM もくれれば、嬉しいと思います。それではまた、別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。